はい、こんにちは。フェニカス、いいですよね。結構いいですよね。マナ速で、仲間のマナ生成プラス、これ大きいですよね。ウォーラモルクがマナ遅なんですけれども、フェニカスのおかげでスキルを発動できるっていう作戦です。相手は、星4、星3、星4、星5チームの、緑単色です。チームパワーは、まあ、1000近く差がありますが、はい、行きまーす。緑単色に対して赤単色です。割と来てくれてますね。真ん中に集まって割と赤来てくれてますね。とりあえずまあ緑ダイヤ作っときましょうか。この緑ダイヤ消してもあんまりですよね。まあとりあえずたくさん消せるんでここ行きましょうか。これでカディルスが倒れたら、だいぶ、あ、いけましたね。では、緑ダイヤ使っちゃって、なんとか盤面に赤を呼び込んで、この斜めの赤が嫌がらせのように消しづらい。それでは、黄色ダイヤを使ってもいいですが、青ダイヤを作りましょうか。あ、いいの来ましたね。たくさん消せていいですね。それではフェニカス使って、さらに回復して、さらにウォーラモルク貼っつけて、でもって相手の数が減ると嬉しいんで、もう行っちゃいましょうか。よいしょ。でもってメレンドルで回復しやがるだろうけれども、倒せないだろうけれども、ここ行きましょうか。あ、行けましたね。では、緑ダイヤを作りましょうか。緑ダイヤ作りましょうか。では、破れかぶれしてもいいんですけれども、一旦遊びましょうか。はい、相手にマナが溜まったんで、破れかぶれの青ダイヤいきまして。耐えてますね。では、まあ、単色の暴力で、あと一歩。これで勝てる。回復して、フェニカス使っておいて、これで勝ちかな。はい、星3で勝つことができました。はい、ありがとうございました。